どうもこんにちは。本日なんですけど、ポケットモンスターブリリアンダイヤモンドシャイニングパール前回の続きからやっていきたいなと思います。ということで今日なんですけども、一応ね、全国図鑑が完成したんですよ。完成しまして、あとね、僕個人的にエムリット早く捕まえたいなと思ってるんで、このねゴルバットをこう強くすることで、まあなんていうんですか、ちょっとゴルバットをエムリットにその戦えるようなレベルに仕上げたいんですけど、その前にまずね、ちょっとキッサギシティで行きたいことがありまして、船に乗りたいんですよ僕。これなんだ、バトルゾーンまで船に乗っていくか。よし、ちょっとここにね行きたかったんですよね。おー、すげえ。おー、すげえ。お、ファイトエリア。なんだ、コモリンが遅いぞ。罰金1億円だ。よし、OK、俺最強のトレーナーになると。多分、いろんなやつがおんねんな。お、なんかめっちゃ強気なやつが揃ってますな。バトルタワー。よし、ちょっとじゃあバトルタワーに行かせてもらいます。初めて行く場所、いつも胸が躍る。お、ポケモン、ロメノに？ロメノミか。ザロック。よし、じゃあちょっとこれ誰？お、すごい釣り竿。おお、すごい釣り竿手に入った。いいね。何これ？サバイバルエリア？なんかいるみたい。ちょっと行ってみよう。なんか多分めっちゃいいポケモン出てくるんやろな、ここに。期待してるよ、俺。マックスアップいいね。お、ソクナのミゲット。ああ、懐かしいな、ラッタ。ほんと、初期オブ初期やからな、この辺は。ちょっと、レベル高いな、50。よし、いいぞ。はい、ではこれちょっとハイパーボール投げさせていただきます。でもこれなかなか捕まらんのじゃない？結構レベル高すぎるでしょ。俺よりフェイント覚えた。え、リオルいきなりこんなレベルアップしちゃう？カウンター。電光石火いらないっしょ。カウンターやばいな。カウンターってえぐいよね。奮い立ててないよ。なるほどね。
ちょ、いきなりレール工事でスタートしていいんか、俺も。まあ、いいか、別に。なんか、すごいトレーナーおる。鳥使いのマイナ。もうなんか、かなり昔の珍しいポケモン。もうリオルちょっとレベル上がりすぎじゃね？おお、懐かしいな。ゆきのなんかリオル結構かっこいいよね。経験値上がりすぎやけどな。鳥使いとの勝負に勝った。ちょっとね、もう入れ替え入れ替え。出てくるポケモンがすごい強力。おお、めっちゃ珍しい。珍しいというか懐かしい。しなしさゆきの吹雪。ああ、ワンパンしてもうたな。ワンパンしてしまいました。ちょっとすごい。おー、ハイパーボールいいね。ちょっと待ってね、どこに行こうかな、どこに行こうかな。おー、なんかちょっと待って、これちょっと一回釣りしてみよう。釣り。釣り、釣り、釣り。ちょっと登録しときたいね。ちょ、これちょっと登録しよう。秘伝の薬ってやばいね、これ。なんかに使うんだろうな。は違うね。来ました、釣り。ね、何が来たんや。おお、でか。こんなやつ出てくんねや。もう威嚇、威嚇いいね。ちょっと逃げさせてもらいます。逃げる、逃げる、逃げるよ。じゃあ次は、ここ、この辺ちょっと。あ、何これ何これ。あ、まだなんか強そうな取れないか。強そう。じゃじゃん。
ケモンレンジャーのユキと、でドンファンって最初さ、サイホーンと間違いませんでした、なんか間違えるっていうか、そのサイホーンが進化するんじゃねみたいな。ドンファン、お、全然耐えられた、怖っ、めっちゃ怖いな。ウッドハンマー、おっしゃー、よし、レベルアップ、いいね。ゴルバットレベル40になった。オリオールレベル24になったよ。ワルダグミ、ワルダグミこれ強いな、ワルダクミ。奮い立てるね。まあいいわ。よし、ゴールバットレベル40になりました。いい感じなんじゃない？この辺結構楽しいな。お、元気のかけらゲット。いいよ。ビートトレーナー小一。よし、頑張れムクホーク。踏みつけて痛いっすよね。よし、あられ強いな。ミルタンク懐かしい。おっしゃー、エリートトレーナーの翔一との勝負に勝ったぞ。エリートトレーナー強いからな。これなんだろう。美味しい水。美味しい水っていいよね。で、これちょっと矢切りします。のんきのこう、なんか いよね、のんきのこう。おお、なんだなんだ、お、ゴールダック、いいね。ふふん、脳天気、ちょっとこれはね捕まえたいな。葉っぱがあったら耐えてくれ。
大抵あー行ってもうたか。さあもう来ました。期待に鍛えたポケモンの強さ見せてやるぜ、ミツハル。ミツハルさん、カイロス。いけ、雪の雪暮らし強いよ。吹雪。懐かしいな、グライナって、グライナっていたな。皆さん知ってます？グライナ。威嚇。うわ。攻撃力が下げられちまった。ゴルバットレベル41になった。黒い霧。じゃあね、あーこれ何し難しいな。黒い霧ね。よし、リオルレベル28になったぜ。嫌な音はね、いらないわ。でもあれ、相手の防御力をガクッと下げるからなかなか強いよね。来ました。出たモココ。ウッドハンマー。ウッドハンマー強いよね。お、やばいやばいやばい、道狂った。トロピウス？そんなやついるんや。なんかめっちゃかっこいいこいつ。フレアドライブ。リオルはレベル29になったぜ。これなんかすごい意味がある。これ絶対トマトの実から来てるよね。まとまって何読みますか。トマト。猫に。おらっときました。で、ゆきのー逃げよ。
効果がない、効果がないんか、そんなやついたの。ちょっと待って、これなんかロッククライムでなんかありそう。お、出た出た、ロゼリア懐かしいな。ロゼちゃん、ゲットしときたい。受け、ハイパーボール。おっしゃー、いいね。リオルレベル30にアップ。ロゼリアボックスへ送られた。ドラゴンって強いよね。お、出たミニ牛。やっぱミニ牛ね、好きな人多いよね。お、出ました、雪フラッシュ。うわぁ、やっぱ強えなぁ。ハグユー、おっしゃー、強いね。無効果は反動によるダメージを受けました。ちょっと目覚めに知ってたよ。この上なんかありそうやな。お、サバイバルエリア、何これ何これ、何サバイバルエリアって。お、鹿の実ありがとう、いいね。この人なんなんやろ。ってことはたくさんのトレーナーがいるってことね。じゃあちょっとサバイバルエリア潜入しましょう。だけどポケモンどれでいくかってことやけど、並び替えましょう。ちょっとこれで、なんかね、これカメラマン、この辺に赤いギャルですがいる？ん？火山。おお。来ました、サバイバルエリア。ちょっと待って。回復させよう、まずサバイバルエリア。
よし。ちょっとね、育てていきたいと思ってて、ちょっとね、ちょっと一部、その、なんていうんですか、使わないポケモンとかを育てたいと思いますね。何よっしゃ、ハイパーボールを買う。元気のかけらはいるよね。すごい傷薬もいるよ。よし、こんな感じでいきましょう。226番水道。来ました。エリートトレーナー学ぶ。お、エアームドいいね。ちょっと待って、これちょっと相性が悪いんじゃね。レベル高いのね、やっぱり。フレアドライブ一発やれ。おっしゃー、いいねお、いい実。ザロク。ザロクってかっこいいよね。タポル。いろんな実があるな。いろんな実がある。ザロクの実、よし。高校の尻尾。高校の尻尾って何？なんかこれ強そうなトレーナーじゃん。両方に打てるっていいよね。ちょっとワンパン打っときたい、これは。
さあ、もう出た黒い眼差しね、これ厄介なんですよね。オッケー、豪華ゼロレベル72になった、リオル32になった。おお、ネイティオ出た、ギャラドス。やばいやばいやばい、吹雪レアドライブ、竜の前厄介よね。やだな。よっしゃー、ギャラドス倒れました。まあこんな感じでなんとかいい感じなんじゃないでしょうか。ドラゴン使いのちさ子との勝負に勝った。ちさ子、よし、ちょっと降りていきます。おお、ゲット、ゲット、なんかめっちゃ良さそう。エナジーボール。多分これ絶対強いよね。こんな感じですよ。ああ、なんか出てきちゃった。ゴールヒー。ちょっと。ちょっと一旦ちょっと待ってください。ちょっと飲み物取ってきます。よし、ちょっと戦いましょうっていうことで、ちょっと逃げる。まあ無駄な戦いはしないっていうね。お、なんかこれ、ほんまいろんなトレーナーいますよね。何これ、何これ、何もないや。では、ちょっとここ行きます。これ誰、これ誰、ビギニーのお姉さんが勝負を仕掛けてきたよ。強そう、強そう。ウッドハンマー。効果抜群だ。いいね。よし、ゴールバットだいぶ強くなってきてるな。お、また得意なやつ。ウッドハンマー。いけ。
会長をなんとか倒しました。お、出た、トドクラ。そんなやついたな。ビキニのお姉さんとの勝負に勝っとるぜ。どう？何やってんやろ。またなんか道具とかありそうやな。ないですか？ないですね。ちょっと、じゃあ奥行ってきます。ね、何があるんやここには。なにこれ？何？道具がある。オッケー、ポイントアップ。なんかいろんなことないと思うけどね。おお、玉ざらしを。玉ざらしか。捕まえたいな、玉ざらし。まず葉っぱ買ったでしょ、弱らそう。でも、ワンパンしちゃうかも。ああ、しちゃってもじゃ。なんや。そう。俺だ、ベリッパ。ベリッパいいね。ベリッパやね。これ、かなり難しいなって言ったのね。出た、あのフラッシュ。まあ難しいね。じゃあとりあえず一旦ちょっとね、40分になりつつあるんで、この辺でちょっと一旦終了します。あの、次回ね、前回の次からやっていきたいなと思いますので、よかったら見てください。また Twitter、インスタ、TikTok もやってるんでね、フォローよろしくお願いします。ではありがとうございました。